みなさんこんにちはアツコストロンゲストです今回ご紹介する本ははいこちらですマイナス50度の世界米原麻里さんですもう米原麻里さんについてはですねもう言いたいことがもう山ほどあるんですけれどもまあ今回はですねちょっとこの本ということであのご紹介するんですけれども えと米原麻里さんはあのロシア語のね通訳としてあの大変ご活躍されて一方でですねあの楽しいエッセイをたくさんお書きになったんですけれども、えー、と残念ながら若くしてお亡くなりになってます。 でこの本はですねあのテレビの取材で、えー、とシベリアのですねあの行った時にその通訳として同行された時のお話ですで、まあ、あの椎名誠さんとか、えー、と山本浩一さんが、まあ、この本にちょっとお書きになってますでやはりですね現地に行かないとわ、まあ、からないことは多いんですけれども現地の人はですねあのマイナス五十度のことをその高が50マイナス五十度 ぐらいでみたいな言い方をどうもされるみたいなんですねもうちょっと想像を絶する世界なんですけれどもえっ、ー、とそのことがですねこの本にも本当にあの楽しく詳しく書いてありますのでぜひとも皆さんに読んでいただきたいと思いますはい今回もご覧いただきましてありがとうございましたまた面白そうな本がありましたらこちらでご紹介しますので次もぜひ見ていただけると嬉しいですよろしくお願いします